今回は抗体の多様性の起源というものがどこから来るかという話をしたいと思います。答えからすると遺伝子の再構成ということになります。で、えー、とまずは問題がどういうところにあったかという話から整理したいと思います。 えまずは自然界に、えー、存在する抗原っていうのがどれぐらいあるかというとまあ,あの一説によると1,000万以上もあると非常にたくさんあるというふうに、えー、言われています、えー。それに対して免疫系っていうのは、えー、きちんと対応して、えー、そのこの数の分だけ。 えー、抗体を作り出しているということが、まあ、あ知られているわけですけども、えー、ではこういうその抗体っていうタンパク質を、えー、作り出すために1、えー、つの種類の、えー、タンパク質に1つの遺伝子が対応するというのであれば、えー、どれぐらいの遺伝子が必要かっていうと。 当然このの万以上の遺伝子が必要になるわけですしかし、まあ、現在あの人の全遺伝子の解析ヒトゲノム解析がなされているわけですけどもそれで分かってきたのは、えー、せいぜい3万ぐらい2万数千ぐらいしかないということがあ遺伝子が2万数千ぐらいしかないということが分かってきました。まあ、当時、えー、あ今回お話しする、えー 研究の背景としたら、まあ、あの昔は10万ぐらいあるんじゃないかとかって言われたんですけども、まあ、たとえ10万だとしても、えー、この1,000万を超える抗原、えー、に対応するというのはやはり不可能であると、えー、要するに遺伝子が足りないという大問題がある,あるわけです。で、えーとまあ、このことを。 えーとゴッドっって言ったりもしますねジェネレーション・オブ・ダイバーシティ多様性を、えー、生み出すものとしてゴッドとかっていう問題として呼ばれたりもします。で、えー、とこういうふうなあ問題がある中でしかし実際、えー、我々は我々の免疫系っていうのはなんとかこう,うまく抗体を作り出しているわけですね。 じゃあどうして、えー、とそういうたくさんの多様な抗体を、えー、我々の免疫系は作り出すことが可能なのかと少ない、えー、遺伝子からあたくさんのタンパク質を作り出すことができるのかと、まあ、そういう、えー、謎に迫るというのが、まあ、今回のお話になります。で まず、えー、とこ,この研究があ今回紹介する研究がなされたのは1960年代70年代、えー、この辺りの年代に、えー、なりますが、えー、まず、えー、と抗体の遺伝子の場所っていうのがあ、まあ、あの染色体上 DNA 上のどこに 抗体の遺伝子があるのかっていう研究が1960年代70年代にまあできるようになってきましたでえっ、ー、とその結果分かってきたのはあ抗体の遺伝子っていうのは一箇所にとどまっていないと、えーまあ、あの抗体この前、えー、説明しましたけど抗体の構造っていうのはこう Y 字型をしていて でこの Y の根元のところはコンスタント領域といって、えー、と遺伝子をほとんど変えないところですね一定の遺伝子を持っているところそれからこの Y の先端のところにあるこの2つの頭のところっていうのはバリアブル領域可変領域っていうんで、えー、ここがさまざまな配列を取ることで、えー、まあいろんな抗体 こういろんな抗原を、えー、抗原と結合できる部位っていうのがこの辺にあると、えー、いうことが、まあ、分かっているわけですけども、まあ、こういう部位領域 C 領域っていうのが、えー、遺伝子上の、えー、バラバラのところにあるということが分かってきています。でそういうふうな状況の中で、えー、とこのベネットと えー、ドレイヤーっていうこの2人があ,ある仮説を、えー、立てました、えー、この V と C の遺伝子っていうのは、まああのー遺伝えー、染色体上別々の場所にたくさん存在していて、えー、それがあ抗体ができるときに B 細胞が成熟していく中で えー、無作為に選ばれてその組み合わせで、えー、抗体というのができているんじゃないかとそういうふうな仮説を立てたわけです。まあ、しかしながら、まあ、あの仮説に過ぎなかったわけなんですね。えっ、ー、とーこれはこの仮説は、まあ、あ,のある意味、えー、限られた遺伝子からどのように、えー、とこういう多様な抗体を作り出すことができるかっていうことを えー、教えてくれるあヒントになってはいたんですけども一方で当時の常識とすれば、えー、遺伝子 DNA っていうのはあのー、設計図としてすごく大事なものだとセントラルドグマの考えからすると設計図としてすごく大事なものだから、えー、変わるものではない再構成が起こるようなものではないということが、まあ、常識として、えー、思われていたので。 えー、まずこういうふうなあの無作為に選ばれて DNA がー変化するっていうことはまず考えられないというふうに思われていました。まあ、しかし、まあ、一つの可能性としてここに、えー、チャレンジした、えー、人がい,い,いたんですけどもこの問題にチャレンジした人があ日本人の利根川進博士でした。 でこういう研究を成功させて利根川博士っていうのは1987年に、えー、ノーベル医学生理学賞を受賞することになりますで、まあ、受賞の理由としては、えー、抗体の、えー、多様性に関する遺伝的原理の発見とで、えー、それに先駆けて、えー、と有名な論文を、えー 根川博士らが書いていてその論文のタイトルっていうのは、えー、Evidence for Zomatic Rearrangement of、uh, Immunoglobulin Genes for Variable and Constant Regions ということで i m m u n o g l o b u 要するに抗体ですね抗体の、えー、遺伝子があー 体の中で、えー、と再構成される証拠っていうふうなタイトルですねこういうものを PNAS、えー、と P N っていう現在でもまあ非常に、えー、とインパクトの強い、えー、論文なんですけどもそれに1976年に、えー、発表したあ論文があります。 まあこういうふうに、えー、と再構成する遺伝子が DNA、えーまあ、ですね DNA があーの上に載っている遺伝子情報が再構成されて DNA があー並び替えられることによって、えー、その組み合わせの分で多様性を獲得しているっていうことを、えー、証明したということに利根川博士らは証明したということになります。 でまあ,あの手法としてはどういうふうな手法を彼らは取ったのかっていうと利根川博士らはどういう手法を取ったのかっていうと当時の、まあ、最新ツールだった、えー、制限酵素っていうツールを使いましたこの制限酵素っていうのは何かっていうと DNA を、まあ、ある特定の配列のところでこうブチブチブチと、えー、切るっていうのが制限酵素ですで、えーと それに対して、えー、と抗体を作るメッセンジャー r n a を、えー、取ってくると、まあ、この DNA の,の該当箇所にハイブリダイゼーションっていって、えー、とくっつくわけですね。でそれとはまた別に C 領域だけで C 領域にを作るメッセンジャー r n a を持ってきて、えー、その部分だけをこう標識してピタッとくっつけると、まあ、その C 領域がどこにあるかっていうのもわかるわけですね。 でこういうふうなあー r n a を、えー、とこの元の DNA にくっつけることによってででくっつけた後でこうブチブチっと切って、えー、どの領域にメッセンジャー r n a がくっついているかっていうのをクロマトグラフィーで調べるという実験をしたところ、えー、と細胞によって、えー、位置が変わってたっていうことが分かりました。 えとこのサンプルする DNA っていうのは2パターン、えー、彼はやってるわけですけども1つは、えー、抗体を産生することができない、えー、細胞、まあ、胎児の、えー、体細胞から取ってきた、えー、DNA で、えー、調べた、えー、こういう調査をした場合と、えー、抗体を、えー、産生する細胞今の場合は骨髄腫っていう、まあ、ある種 がん化した B 細胞みたいなものなんですけども、えー、と同じタイプの、えー、抗体をどんどん産生することができて、えー、と非常に純度が高くなるっていう性質があるので、まあ、こういう骨髄腫のものを使ったわけなんですけども、えー、この2つをから採取した DNA で、まあ、あのこ,この、えー、実験をして、えー、と DNA のどの断片に えー、抗体をコードしているところがあるか、えー、C, C 領域をコードしているところ V 領域 V たす C 領域 v, v 領域をコードしているところというのがどこにあるかというのを、まあ、こういうふうなあ実験の仕組みを使って調べたということをやりましたその結果あ分かったことは胎児 DNA の場合は V と C は異なるる。DNA 断片に存在しているそれに対して骨髄種 DNA まあ,あの抗体を作る DNA になった時には V と C は同じ DNA 断片に存在しているということが分かりましたつまりこの、えー、胎児の時からこういう骨髄種の時までこう、えー、っと細胞が変わっていくのに従って えー、DNA の再構成が起こっているっていうことが、まあ、これで明確に、えー、証拠として示されたということになります。で現在もっと細かいことがさらなる実験で分かってきています。えー、例えばエルサの場合だと,、えー、と V っていう領域 V 領域ですね V 領域にまあ大体100パターンぐらい DNA 上に並んでいて。 そして、えー、コンスタント領域との間にこのジャンクションという J という領域がまあ5種類ぐらいあってでコンスタント領域にラムダかカッパーかがこうあるみたいなそういうふうな DNA の並びをしています。それがまず DNA 上でこの V と J がくっつくっていうことがあってその間にまたこの、えー、間が抜けるっていうことがありますあ起こります。これを VJ、えー、結合というふうに言います。 でまだここに、えー、といらない、えー、領域が DNA がたくさんあるわけなんですけども、えー、これは、えー、と DNA が RNA にまず移し取られた後に、えー、スプライシングっていう現象 まあ要するに写し取っただけだったらこれはまだメッセンジャー RNA の全く体でまだ余計なものがイントロンがついてるわけですね。でイントロンを除去して、まあ、スプライシングによってイントロン除去してメッセンジャー RNA になった時に、まあこ,えー、とこの、えー、VJC っていうのがガチャンと、えー、まとまって、えーえー、ちゃんとした、えー、抗体の、えー、遺伝子っていうものに完成する。 ということになりますで JUSA の場合もほぼ同様なんですが、えー、ヘビーチェーンの場合もほぼ同様なんですが DNA 上で V と D と J と C というふうなこの、えー、4つの領域があるということになりますな。なのでこの D が入っている分だけ、えー、とちょっとプロセスが1個多くなって。 まず、えーまあ、それぞれのところに50個から、まあ、V のところに50から100個の遺伝子 D のところに25個ぐらいの遺伝子 J のところに6個ぐらいの遺伝子があるということがまあ分かっていてまずは DNA 上で D と J がくっつくとでさらに V がくっついて J D、えー、ここの DJ 結合が起こって VDJ 結合が起こると。 でこの間に、えー、と間に挟まってるようない,いらないものがススカ少しずと,、えーとえー、落ちて、えー、取り除かれるということになります。で、えー、とこの段階で DNA から、えー、と RNA に、えー、転写されます。 でえー、とここではまだ余計なものがたくさんついているまあ余計なものイントロンと呼ばれる余計なものがついているのでそのイントロンを除去スプライシングっていうプロセスによって除去して、えー、成熟したメッセンジャー RNA が出来上がるとでこのメッセンジャー RNA をえーと翻訳すると、えー、抗体のエッチさあ重さっていうのが出来上がるっていうことが まあ、現在分かっていますこういうところに、まあ、たくさんの、えー、要素があってでそれをうまく組み合わせることで、えー、抗体が、えー、多様性を獲得していた、えー、重査でもこういう、えー、ことが起こっているし軽査でも同じようなことが起こっていてこの組み合わせがあ重査軽査での組み合わせがあ,あることで、えー かなり膨大な数の抗体を生み出すパターンが備わっているということが分かったということになります。はい、今回は以上になります。